ピレウス考古学博物館は、ギリシャのアッティカ地方、ピレウスにある博物館。主に、ピレウスやアッティカ湾などの地域で出土した、青銅器時代から古代ローマ時代までの彫刻を所蔵する。所蔵品は以下の区分で展示されている。博物館の旧館は、1935年に建造され、現在では収蔵庫として利用されている。 新館は1981年に建造された。どちらの建物もゼアス古代劇場に隣接している。近い将来、劇場は野外の彫刻展示場として使用される予定となっている。博物館へはアテネ地下鉄、またはバスで訪れることができる。ピレウス駅からは徒歩15分程度、最寄りのバス停からは徒歩数分程度。また、 ピレウス港のクルーズ船上港口からも、徒歩約5分で、アクセスできる。ABC、コーネリア・アキシャティ、ヘルニック・ミニストリー・オブ・カルチャー・アルケオロジカル、ミュージアム・オブ・ペイ・ライエウス。ヘルニック・ミニストリー・オブ・カルチャー、2007年5月8日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月29日閲覧。ミニストリー・オブ・カルチャー、アルケオロジカル・ミュージアム・オブ・ペイ・ライエウス。 ハット・エイ・ビース・タイン・ハウアー、ジョージ・ザ・アルケオロジカル・ミュージアム・オブ・ペイ・ライエウス、ジョン・エス・ロットシス、パブリック・ベネフィット・ファンデーション、2011年10月3日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年3月16日閲覧。ありがとうございます。